ずっと引っ張ってきたこの斉藤和美がどう応えるか。そうですよね、ですからまだ今3点もらったですから、まあ、初回ね、はい、これは大事でしょうね、初回クレータのホームランを頭上を越えていくのを懸命に追いかけていった赤田がバッターボックス、初球を打ち上げました、高く上がったサード本間、ワンアウトです。赤田は積極的に初球、まあ、それだけにこういう形で追い込まれてフォークボールというのが一番怖いパターンです。サードゴロ、高木ひろゆき倒れてツーアウト、ね、まあ、両チーム の、 その選手がですよ、ね、はい、ましてや今日は負ければ望みがかなり薄くなる、そういうプレッシャーを全て背負ってマウンドに上がる、その際ベルノが絶対にでもゲームは壊さない、そんなピッチングをしてくれるでしょうという話をしていました。空振り三振、スリーアウト。斉藤和美は初回第4打線を3人で、そうですよね、2本のホームランを打っています。このリーファー、2エンツー、これも落としてきました。空振り三振、君から2本のホームランを打っているリーファー、しかし今度は141キロのフォークボール、まあ、アタガーというものもありまして上がってきました。イースタンリーグでは55、ツーストライクツーボール、引っ掛けた、ショートゴロ、川崎スリーアウト。これでは変化球も対応しなくちゃいけませんのでね、はい、空振り三振、143キロのこうものすごいレベルでの本当ですね、思わず雄たけびの斉藤和美だから、まあ、特に3点差に戻してもらったのこの回、カブレラ和田リーファーという、なるほど、取れませんよね、はい、ワンエンドワン、ツーストライクワンボール、ライオンズ150キロストレート、アウトコースいっぱいいっぱい。それから右方向へという意識もあるのかもしれませんが、空振り三振、141キロ最後はフォーク、やや浅く握った感じのフォーク、逆に高木宏行からすればセカンドランナーは絶対三塁に進んでるぞというような感じね、フォークボールでやっぱり真ん中来ましたからね、そうですね、ここはストレート2つでボールになりました、フォークボールという選択になりますか、それともストレートで押すのか、フォークボール空振り三振、ポーンとそうですね、空振り三振、ぐっと力を込めました。ではインインソフトバンクの応援席、黄色いジェット風船が揺れています。リーファー3打席連続三振、もう本当に計算通りの空振りを、ランナーはありません、なくなりました。見逃し三振、ガッツポーズ斉藤和美、三塁のピンチをしのげるか斉藤和美、それともここまでのピッチングを打ち砕けるか、バッターボックスは中村、打って三塁線はストレートもまだ力はあるようですが、力あるんですよ、あのフォークはねちょっと抜けてきてますからね、まあ、その辺的場がどういう感じでするかね、はい、ストレート149キロね、はい
ました、やっぱりね、そらホークはね、もしね、反則球になったらね、一発ありますからね、まあ、ある程度中村の方もストレートだという感じで振りに行ったんですが、しかし斉藤和巳が勝ちました。いや、なんか